2分でわかる岡田斗司夫と申します。岡田斗司夫先生の切り抜きをやってる人だと思うんですけど、岡田斗司夫と申しますって書いたら岡田斗司夫さんだと思っちゃうじゃないですか。以前ひろゆきさんが岡田斗司夫さんが切り抜き目標人を始められたとおっしゃってたのを見て、切り抜きチャンネル始めたところ、約1ヶ月でチャンネル登録1万人を達成したり、動画100万再生を超えたりと良いスタートを切ることができました。ありがとうございます。俺の失敗させていただきます。また岡田斗司夫さんの面白い話などあれば教えていただけますと幸いです。岡田斗司夫さんの切り抜きが割と伸びているという状況があって、うちの会社でお手伝いさせていただいているんですけど、なのでなんか何もしなくても割と伸びてるっていうチャンネルがちょこちょこあるので、どれぐらい売上が上がってるかというのは多分岡田斗司夫さんの口から言ってもらった方がいいと思うんですけど、結構儲かってるところもあるので、僕の切り抜きやってる人でトップ20ぐらいまでは月3桁万円以上稼いでて、で実は月4桁万円稼いでるチャンネルもあるんですよね、1ヶ月でっていうのがあって、確かに彼ら自身で優秀だから結果を出してるのもあるんですけど、早めに始めた人の方が伸びてるっていうのはやっぱりあるんですよね。結局あんまりそのライバルがいない状態で始めて、結果としてそのトップに上がりましたっていう人って、そのまま割とその登録者数を集め続けて、再生数を集め続けるっていうのがあるので、本当に初期だった人で、やる気があれば伸びたんだろうなっていう人もいるんですけど、あんまりやる気がなかったせいで、本当に初期の人はそこまで伸びてないんですよね。まあいいや。今コメントにその特定のチャンネル名があったんですけど、それの名前言うの何だもの言わなかったんですけど、っていうのがあるので、その岡田斗司夫さんのチャンネル、切り抜きチャンネル自体はずっと今右肩上がりの状態なので、なので、まだ参入しても全然チャンスはあるんじゃないかなと思いました。何回か僕その放送で触れてると思うんですけど、その、ひろゆき切り抜きをやってる人たちって一回はその上位層が固定化しちゃったんですけど、ひろゆきキャリアさんっていう人が職業ものとかキャリアものだけにこだわるっていうので、で割と登録者数伸びてって売り上げもそのトップ20に入るぐらいの金額にはなったので、先見の明がある人がやるとそれなりまだ伸びる状況であるんですけど、ただ僕の切り抜きはもうかなりその競争が激しいのでほぼ伸びないと思うんで、なので新規の切り抜き始めた人のところにうまくハマると伸びると思うので、全然頑張っていただけるといいんじゃないかなと思います。ひろゆきさんの読んだ本を調べたら、岡田斗司夫さんの本をたくさん読んだってみました。岡田斗司夫さんの印象を教えてください。また太っちゃいましたね。人一回やってたのに。昔岡田斗司夫さんって、自分の本を無料でネットで読めるようにしてたんですよ。今も探せばあんのかな。なので、ネットにある岡田斗司夫さんが無料で置いてる本は僕全部読破してたんですけど、人頭がいいし面白いなと思ってますよ。ただね、性欲強すぎたね。岡田斗司夫さんのことどう思いますか。ひろゆきさんも岡田斗司夫さんも大好きなので、機会あれば対談してほしいと思ってます。岡田斗司夫さん優秀ですよね。あんまり世の中に知られてないんですけど、オンラインサロンって多分世界で一番最初に始めたのって岡田斗司夫さんなんですよね。月1万円っていうので突然始めて、最初どころみんな理解できなかったんですよね。でまあ一応やってたんですけど、で岡田斗司夫さんの欠点として、面白い発想で面白いことをするんですけど、飽きっぽいのでそれを広めていくっていうのをやらないんですよね。なのでそのオンラインサロンっていうのを発明して、でその後じゃあオンラインサロンプラットフォームとかを作っていろんな人にポコポコ使わせるっていうのをやればよかったんだけど、そのオンラインサロンっていうのをやったんだよねっていうので、堀江さんにこういうのあるよって言って、堀江さんがあこれ面白いっつってパクって、で堀江さんがオンラインサロンっていうのを始めて、で、あ、オンラインサロンっていうのってこうなんだ。で、その後リペルの西野さんとかが始めて、なんか日本中オンラインサロンって知ったじゃないですか。でも、発明者の岡田斗司夫さんには何のメリットもないっていう。で、最初にその、クラウドファンディング用のプラットフォームとか、オンラインサロン用のプラットフォームとか作っとけば、今頃大儲けしてたんですけど、なんかね、岡田斗司夫さんそういうタイプなんですよね。学者派だというか、面白いものは面白いから作って、ほら面白いでしょって言っただけで満足しちゃって、これをどう金にするかみたいなところまでやらないんですよね。ガイナックスっていうもともとエヴァンゲリオンを作ったアニメメーカー、アニメ会社とかを作ってたんですけど、まあ岡田斗司夫さん途中からいなくなるみたいなっていうのがあったりするので、やっぱ性格的にビジネスには向いてないのかなっていう気がしますけど。働きながら公認会計士受かった30歳です。将来独立考えています。ひろゆきさんに独立のアドバイスいただきたいです。会計事務所を必ず開きたいわけではなく、サラリーマンから卒業したいです。またこれから YouTuber をしたいのですが、おすすめがらもしていただきたいです。独立って金が稼げるかどうかなんですよね。なので、副業でも何でもいいので、金稼いでみたらそれが副業なので、まあ YouTube やりたいんだったら、ちょっと YouTube やってみればいいと思います。で、今 YouTuber として自分が喋って編集してって両方できるスキルがあればいいんですけど、そうじゃないのであれば、切り抜きとかの方がよっぽどお金稼ぎやすいので、岡田斗司夫さんの切り抜きゲームはちょうど始まったばっかりなので、今は岡田斗司夫さんの切り抜きが狙い目なんじゃないかなと思います。なんか岡田斗司夫さんの切り抜き始めて、
まだ1週間経ってないと思うんですけど、もう登録者数 1.5 万人とかで、あの収益のその、あの、YouTube って収益をするには、あの登録者数4000人超えて、再生が4000時間とかいけなきゃいけないんですけど、なんかそのすでにもう1万人登録いって収益が超えましたっていう人がいるので、なので、あの、岡田斗司夫さん切り抜きは今は全然効率いいんじゃないかなと思います。教えて岡田斗司夫先生というチャンネルで岡田斗司夫さんの切り抜きを始めました。岡田斗司夫セックスカウンセラーのボランティアをやっていた時の話などを切り抜きをしています。よろしければ見てください。それはさておき、昔岡田斗司夫さんとひろゆきさんが対談したが録画されていなかったそうですが、どんな話をされたんですか、覚えていたら教えてください。あれですよね、対談で録画じゃなくて、あの、録音したと思ったら、あの、録音ボタンを押し忘れてたっていうのがあって、3時間ぐらい話したんですけど、西成の暴動の話とか、結局そのなんか、当時、今もそうなんですけど、たまにあの、岡田斗司夫さんって国作ろうって話をするんですよ。で、僕もその話結構好きなんですけど、なんか煙突町のプペルのあの方と、なんかあの対談してる動画っていうのも、その岡田斗司夫さんが対談してる動画もあったんですけど、それでも国作った方がいいよみたいな話をしてたっていうのがあって、国家とは何ぞやとか、こうやったらその独自のコミュニティ作れるよね、みたいな、そんな話だった気がします。はい。僕、記憶力悪いのであんま覚えてないんですよね。ひろゆきさんはメイドインアビスってアニメ知ってますか？名前だけ知ってます。大きな縦穴を冒険するダークファンタジーです。潜る分には平気だけど上に戻ると上昇負荷という心身に異常をきたす縦穴を少年少女が冒険するダークファンタジーです。岡田斗司夫さんもこの話を YouTube でしてましたが、ひろゆきさんはダークファンタジー好きですか？まあ割と僕あの暗い話大好きなので、そういう意味では向いてるのかなと思いますので、ちょっと興味があるので調べてみます。何回か目にしたことはあるんですけど、無料で読める先を探すのがめんどくさくなって読まなかったんですよね。なので、頑張って探します。あの、ジャンププラスっていう集英社のサイトがあるんですけど、海外だと漫画タダで読めるみたいなのがあるんですよね。あの、公式なんですけど。で、なんだっけ、あの、檻の中のソリストっていう漫画が、だよね。その、まあ、一応英語なんですけど、その、タダで読めるっていうのがあって、最近読んだんですけど。なので、あの、なんか、日本だと有料なんだけど、海外だと無料っていうのがちょこちょこあるので、なので、そういうのを試したいなと思ってます。はい。岡田斗司夫さんが10年後は AI の VTuber が1秒で何千と動画を作ると言っていましたが、どう思いますか？僕もそう思います。あの、中国で今、テレビ番組、そのニュース番組のキャスターが、その VTuber というか、機械合成された AI が作った音声で喋るっていうので流してるっていうのがあるんですけど、まあ、聞いてる限り、見てる限りそんなに違和感がないので、で、今でもあの、ニュースって確か、野球とか時事にか、野球は自動生成があって、時事に関しても確か自動生成するのが日本の通信社でやってるとこなかったっけ？なので、あの、ニュース情報自体もあの自動生成がすでにできるようになってるので、で、それをじゃあ、あの、VTuber 的な、その CG のキャラクターがどう喋るかっていうだけだと思います。以前岡田斗司夫さんに大きい影響を受けたとおっしゃっていましたが、具体的に彼の思考のどの辺がされましたか？いやー、僕思いつきで喋ってるんで覚えてないんですよね。その状況を言われたら思い出すかもしれないんですけど、あの、僕記憶力ほんと悪くて、あの、こういう時こんなこと言いましたよねって言われても覚えてないんですよね。はい、すいません。岡田斗司夫がひろゆき焼肉屋で対談したことあるって言ったけど、どんな話したの？焼肉屋で3、4時間話をしてて、テープ回してたんですけど、消えちゃったんですよね。で、大阪の、その、なんか、餓死する人がいるよね、とか、昔その大阪って暴動があったよね、みたいなので、そのなんか、人間がどこまで落ちるかとか、なんか、人はどうなると死ぬかみたいな、なんか、そんな話をした気がします。